車で行こうです今回紹介するのは2世代目となったジープのコンパクト SUV コンパスです都市部での使い勝手にも考慮したコンパクト SUV としてグローバルに生産販売される新型コンパス今回はその完成度をしっかりとチェックしていきます 今回は新型コンパスの発表に合わせて来日したコンパスのデザイナーにジープならではの車作りについてインタビューしますそれではポイントを見ていきましょうオフロード車の代名詞的存在としてタフさと機能性を兼ね備えた SUV を数多くラインナップするジープスモール SUV のレネゲード ミッドサイズ SUV のチェロキーの中間となるコンパクト SUV に位置付けられるのがコンパスです新型コンパスのサイズは全長4 4 0 0、mm、ミリ、全幅1 8 1 0ミ、mm、リ、全高1 6 4 0ミ、mm、リ。先代モデルから全長を 75mm 短くして都市部での取り回しに配慮しています エクステリアデザインはブラックペイントルーフを採用するなどスタイリッシュなイメージを強く打ち出していますエンジンは全車2.4リッターの直列4気筒で FF のスポーツとロンジチュードは6速 AT4WD のリミテッドは9速 AT の組み合わせとなりますまたスマートフォンとの連携機能を備えたインフォテインメントシステムや全面衝突警報 車線逸脱警報といった先進装備も充実させています新型ジープコンパスの価格は323万円からとなっています SUV のバリエーションが多彩になる中コンパスの走りにジープらしさがどう感じ取れるのか、うん、そのあたりも楽しみですよねということで CM の後はいよいよ市場に行きますエンジン・フォー・ザ・ライフ ジープの機能性をスタイリッシュにまとめ上げたジープコンパス今回はブラックペイントルーフが標準となる FF 車の上級グレードロンジチュードに試乗します。 今日は新型のジップコンパスに乗っていますエンジンこれ2.4リッターの直列4気筒え今や珍しくなった自然吸気エンジン積んでいるんですけれどもなかなかこのエンジン快適で気持ちがいいですねあのアクセルをすっと踏み込んでいくといい感じで車がすっと前に押し出されます今 本線への合流で加速をしますがうんあこのエンジン結構回ししていいいくといい音をしますねあの下の方トルクがある一方で回していっても何かこう軽快にすごくいい感じのハミング音を聞かせながらえ回ってくれるえまあこれ僕がちょっと予想していた以上に気持ちのいいエンジンに仕上がっています。 この6速 AT の仕上がりもとてもいいですシフトのスピードそれからショックの少なさの二律配反するものを非常に高いレベルで両立してますね直進安定性なんですが高速道路の吹き流しなんかほぼ真横になるぐらいの風が吹いてるんですがちゃんとこうどっしり落ち着いて走ってますね一方でちょっと気になるのがこのステアリングの中央付近の感覚。 切り始めのところが軽くてなおかつこの結構これスポーティーにだがスッと効くんで高速道路をゆったりと流している時なんかはこのステアリング操作ちょっと気を使う傾向がありますこの新型コンパスその顔つきを見ればまさにこのベイビーグランドチェロキーといった感じですし横から眺めるとこの台形形状の えー、フェンダーアーチこれはもうまさにあのジープならではの個性になってますねインテリアはこれ相当それでいて作りがごついっていうんですかね、えー、まあアメリカ車あるいはまあジープこれはオフロードがふるさとなんですけれどもそういったこう力強さを随所に感じさせます。 一般道に降りてきましたこの新型コンパスに乗っていてあいいなと思うのがサイズ感なんですねま日本の道路なんかでとても扱いやすいですねま何かこう持て余しながら大きいボディをいやいや走らせているという感覚は全くありません 今少し荒れた路面に入ってきましたこの荒れた路面での乗り心地が少し硬いなと何かそのバネの強さっていうんですかね結構その揺すられたり突き上げられたりという、えー、そういう乗り心地です一方でコーナーなんかでの身のこなしはすごくいい感じですね何もこう抵抗なく 思った通りのラインをしっかりとトレースしますしこのスタイリング切り始めのノーズの動きもすごく素直です、まあ、ワインディングロードなんかに持ち込んでも十分このドライブを楽しめるそのぐらいの性格に仕上がってます。 この新型コンパスなんですがこういう,こう車が持っている独自のキャラクター他の SUV ではなかなか味わえない非常にこう個性的なキャラクターがこの車にはあって乗っているとすごく楽しい気持ちになる何かちょっとこう次の週末遠くへ出かけてみようかななんていう気にさせてくれるえそこがこの新型コンパスのまあ一番の魅力ポイントなのかなと思いました。 それでは安全性の評価に行きましょう。新型ジープコンパスの安全性評価はこのようになりました。あの上級グレードにはついているけれども下のグレードにはついてない。あるいは歩行者検知機能がないという。 たことで総合的な評価はあと一息となりますそして燃費なんですけれども今回は試乗会ということでこれ参考値です走行距離が短かったんですけれども車載での燃費経度の平均燃費11.4キロになりましたまあ、JC08 が11.9キロなので参考値なんですけれどもかなりカタログ値に近い数値が出たというわけです はい、えー、コンパスの今度はユーティリティなんですけれども、僕が 4WD のリミテッドというグレードでチェックをしてきました。さあ、まずは乗り込みです。えー、これあのルーフが結構ぐっと下がってるんで、その関係で乗り込むときはちょっとこの頭を横に。 はがめて乗り込む必要がありますあとはもう一つこれ白いパンツなんか入っているときはサイドやシルこれカバーがないんで車で汚れてるときなんかは要注意となりますねリアシートこれ結構広いんですよ拳が3つ入りました頭上はそれほど高くないんですが、えー、拳1.5個ですねでこれをグッと 引っ張り出してあげるとここには2人分のドリンクホルダーが用意されていますこれ SUV なのでやはり地上からフ,ラフロアまでの高さは若干高めでも幅も高さもこれデザインを重視した車なんですが奥行きも結構しっかりと取られていますねでサイドこれ軽く彫り込まれていますがゴルフバッグを積もうとするとちょっとそれでも足りないかな でこのラゲッジボードに関しては上下2段階にセットできるので背の高い荷物を積むときなんかは下にセットするといいですね。鉱石、これは40対20対40の分割可等式ちなみに FF になると60対40の分割可等式ということになります。 はい、えー。この後はコンパスの日本での発表に合わせて来日したコンパスのチーフデザイナーにコンパスのデザインへのこだわり、そしてジープならではの車作りについて伺います。伊丹シムです。それでは新型ジープコンパスのデザイン責任者アメリカからいらっしゃっていますクリスさんにお話を伺います。よろしくお願いします。えっ、ー、とまず。 So the idea behind the Jeep concept uh, with this was to create a, uh, a premium uh, small SUV that would fit uh, the, with the global uh, C segment uh, that had the aesthetics of, uh, of a Jeep, but also had that premium feel of uh, something that we really wanted to uh, get to on this. あのこの新型コンパスを見ると一目であこれはジープだって僕分か,る分かったんですけれどもこのジープらしいデザインこのポイントになるのはどんな部分ですか So a few key characteristics to keep this uh, something that's uniquely Jeep uh, would be the seven-slot grille for one. Uh, we have you know the uh, seven individual grill throats that are uh, in an encapsulated black trim piece, and then uh, framed out by the lights, uh, all of which we've kept high and wide to kind of make the vehicle feel uh, low and muscular. Uh, another unique feature is the trim that runs all the way. Over the windows, around the back, and to the other side, unbroken. Uh, other Jeep key features uh, include the trapezoidal wheel arches, which uh, have adorned almost every Jeep since 1941. They're an important piece of the brand history, but also uh, visually, they kind of uh, show that whole capability uh, side of things. ジープに来るまで別の自動車メーカーでデザインをされていたと聞いたんですけれどもジープに入った時に、えー、まあ、どういうデザインを作るべきだって考えたんでしょうかそれは会社から教わったのかそれとも自分で考えたのかあるいは他の方法で何かジープらしさというものを知ったんでしょうかそのあたり教えてください So, uh, when I came over from uh, an outside company and started with Jeep, uh, one of the, the best experiences that I had to give me a uh, feeling of what it is to be a designer for Jeep was going on uh, what's called the Easter Jeep Safari in Moab, in, uh, where we took a bunch of Jeeps and really uh, got to experience the capability end of uh, Jeep's performance. Uh, doing that, Really gave me an appreciation for how much the, uh, the Jeep actually can do, right? And, and doing something like that gives uh, a designer different ideas as far as how to design with capability in mind. So there's no direct handbook as to this is how you design a Jeep, but it's that experiential uh, factor that really kind of plays into how, how we go about design. あの最後にテレビを見ている方の多くの方、えー、結構この車気に入って乗ってみようかな、購入を検討しているかもしれないそんな方たちにちょっとこうカメラを見ながら最後にこうメッセージをいただければなと思います。I would just say to、uh, to you know try one out, drive it, enjoy it. And when you see another Jeep on the road, wave at them.、Uh, if you if you if you are in a Jeep, you're in a community,、uh, and it's it's one that's very passionate. So クリスさんの話の中で印象に残ったのはジープらしさは決して教科書で学ぶものではなくて実際の体験から学ぶものなんだと。 まあそれがねやはりこうずっと1941年以来76年間オフロードを一筋でやってきたジープらしいそういうブランドらしいお話だったと思います。それではここでジープコンパスの評価にいきましょう。僕の評価はこのようになりました。 これはですまさに今話したジープらしさこれ前後のオーバーハング短くてねオフロードいかにもよく走りそうだなというデザインになっているでジープらしさは残っているんだけれども一方でちゃんと最新の SUV らしい機能であるとか デザインの新鮮さも持っているその G プラスタでも新しい SUV、えー、これをですねちゃんとこう両立してきたところがとてもうまいなと感じました。えー、バズこれは、えー、先ほど VTR でも言いました荒れた路面での乗り心地が結構硬めなんですでその分ハンドリングなんか相当スポーティーになっているのでまあ、乗り心地よりも シャープなハンンドリングスポーティーなハンドリングを重視する人にはいいかもしれないんですが乗り心地重視の人は一番下のグレード16インチのタイヤですねこれ履いてるモデルを選ぶのが正解かもしれません。はい 私ははポイントこれは日常からレジープだと思いました、まあ、ジープの世界観に憧れるけどチェロキーじゃちょっと大きいレネゲードだと後席が少し狭いという場合、まあ、コンパスは後席ゆったり、まあ、荷室も程よい容量を確保しています、まあ、大きすぎる SUV 奥様が運転が難しいというケースでも持て余さないサイズ感ということでそれから FF モデル低燃費も期待できるというところも嬉しいですよね。 そしてバッテン、これは上級仕様の四駆に力強いエンジンが欲しいと、まあ、現在、エンジンは2.4リッターのみの設定ということで装備を充実させた仕様を求めるともう少し力があるとキャラも際立つんじゃないかと思うんですね、まあ、大きい排気量もしくはまあディーゼルみたいなトルクのあるエンジンこういったものが組み合わされると面白いかなと思いました。うん、なるほどね、はいえー、というわけで2人の評価はこのようになりました。 Engine for the life. 今回ジープコンパスを取り上げたんですけれども、ともちゃん、ごめん、さっきいつもともちゃんにこれ、どうだったって振るところで、僕は振り忘れて、はい、<laughs> 話を聞き忘れちゃったんで、はい、まあここであの時間あるんで、熱く語ってください、はいはい、コンパス、改めてどうでしたあの今回のレポートは、2区のモデルだったんですが、4区モデルのリミテッドという最上級モデルにも乗ってみたんですよ、うんうんで、そちらの方は急速 AT の組み合わせ、うん、でもエンジンは FF と同じだったんですよね。 であのー、その最上級グレードの方は出足はちょっと重たさもあってゆったりとかけ出していく感覚、うん、でトランスミッションはすごく滑らかなんですけど、うん、あんまり存在感を感じさせないでその点、FF モデルの方がどちらかというとエンジンの,あのリズミカルな伸び感というのは楽しめるのかなと思って私だったら FF モデル買うかなって思いましたねね、うんうん、そうです、ね、あ,のあとはタイヤサイズによる乗り心地の違いとかもあるしあのまあ もちろんねあの雪国なんかに住んでる方は四駆が絶対必要だよっていう方多いと思うんですけれども、えー、ただそうでないんだったら FF でも最近スタッドレスの性能高いんで結構雪道でも走るということを考えた場合に必ずしも四駆だけをねこう決め打ちで買う必要もなくて。はいあのー 実際結構これはグレードごとにまあ値段とかも違うんであの乗り比べて自分にどれが一番合っているのかなで乗ってみたら確かに藤友さんの言ってる通りだって思う人もいるかもしれないしまあ,あのいやいや僕は四駆の方あの重み感が好きなんだって思う方もいるかもしれないしやはりそれぞれ人 次第で、ね、考え方違うと思うのでやっぱりこの辺りは実際に乗って乗り比べてみるといいですよね、はいまあ、街乗りの取り回しもそうですが、うん、あの本当に気軽に向き合える部分もありますし、うん、あの家族で使えるミニマムな手段としてぜひ選んでいただきたいなと思いま確かにですからジープみたいな、ね、本格的なブランドオフロードブランドがこの価格、このサイズで選べると、まあ、そういう意味でもこの新型コンパスは大注目のモデルだと思います。それではまた来週お楽しみに for the life.